皆さんおはようございます。おはようございます。平成ジャンプのニューアルバムバブミュージックスピークスが発売です。ありがとうございます。いよいよですね。私が目覚ましテレビを代表してインタビュー取らせていただきました。あ、だってこちらいつもこっち側でしょ。不思議な感じなの。不思議だよね。そうなのよ。緊張しないでゆっくりやってってこんなにハキハキしゃべる伊野さん結構珍しいからね。萩岡さんに恐れかかる秀樹かな。このアルバムに感じてる魅力、うん、教えていただけますか。伊野が童話の世界をコンセプトにアルバムにしたらどうだろうっていうことを言ってくれたじゃないですか、ね、それからなんかどんどん世界が広がってっていろんなアーティストの方に楽曲提供してもらったりより挑戦的なアルバムに今回なってるんじゃないかと思いますよ。そこに伊野ちゃんがそのコンセプトが入ったおかげでバラエティに富んだ楽曲の中でも一貫性が生まれたみたいな。よ、伊野のおかげ。ありがとうございます。ありがとうございます。この曲推しだな好きだなみたいな曲、清水翔太君と白雪姫をテーマにそのホワイトという曲を作ってもらったんだけど、みんなが想像してた世界観バッチリ、もう1ミリのズレもないぐらいのものを作っていただいた。プライベートでもちょっとお付き合いがあって、うん、ゲームをね一緒に。あ、そうだよね。そうだよ、ゲームを一緒にやってるんですよ。戦いながら真っ白なって歌い始めるのよ。もう俺戦いどころじゃない。外せないのやっぱ狼青年じゃないですか。代表的な、ま、曲になってるし、新しい大人っぽさが出せたんじゃないかなって。で、狼青年に関してはさ、顔隠してたんですか。そうそう、名前を明かさず公開しましたけど、周りのリアクションどうでした。散らばってる、大変だったよね。でもあの時間がちょっと楽しかったけど、スノーマンの阿部くんとか、阿部くんね、ずるいですって言われた。あの曲でもかっこいいよねって本当にごまかした俺も。平成ジャンプの中で話題になったバズった出来事なんて、知念が髪を青くしてきた時、一気にバッて真っ青にしたよね、うん。どうした？反抗期とかじゃないんですよ。今やんなきゃ多分もうそのままおじさんになっていくんだろうなって思ってた。そんなことない。こんな時もありました。あ、いいですか。あ、来た。ありがとうございます。ファンクラブのに入ってくれてる方たちに向けて、牛という江戸にかけてなんか一発ギャグしてくださいみたいな無茶ぶりがあって、終わった後伊野ちゃんと知念がえらく気に入ってずっとやってるっていう。じゃあいいですか、披露して。もう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 毛沢東。そう、こんな空気だったんです、あの時も。でもあれって新年のやつだから、まだやってないんだよ。あれやめろ、あれやめろじゃねえかよ。今年それこそ目覚ましテレビになにわ男子が出るようになってる。なにわ男子がこう話題になってる、バズってるからこそ、なにわ男子に負けないこうフレッシュさを。フレッシュさは最初に買ってない。ちょっと待って、井上さん、目覚ましテレビの YouTube やってるじゃないですか。なにわ男子に負けないように。なにわ男子がさ、あの目覚ましテレビのさ、YouTube 上げ始めてさ、井上さんもやりましょうよって、なにわ男子もやってるから、もう頑張んなきゃいけないなって言ってやり始めたの。メイキングも含め YouTube みたいのを毎週水曜日出してるんだけど、俺だけ毎週毎週1本出してるから、目覚ましのその YouTube の中で一番動画今上げてるの。ほぼやってること YouTuber だよ。 YouTuber だよね。みんなみんなみんな見てね。だってさ、オンエア見てる？知念、知念、知念はもう録画してでも見てくれてるんだよ、目覚まし。見てはちゃんと。知念以外から目覚まし見たよなんて聞いたことほぼない。いや、嘘つけ言ってるじゃん。あ、言うじゃん。八乙女さん、最近井の白のコーナーの企画なんだった？井のちゃんがなんか名スポットに行ってたよ。いや、それ言ってた。ずっとデザイン賞なのね。そっちを見てる。やっちゃって。見てる、知念見てる。YouTube もチェックしてください。今年の漢字なんですかね。漢字わかんないか。俺そう、漢字わかんないの。誰が漢字わかんないの。漢字わかんなかったら最悪英単語でもいいよ。漢字って結構聞かれるじゃないですか、ね、多分この後もいっぱい聞かれていくんで、英単語でもいいね。漢字に一文字にしてください。つながるって感じじゃないですか。メンバー同士でこんなに話し合う年っていうのもなかったじゃない、今まで。リモートワークしてアルバムの打ち合わせやらないやら、メンバーの心ももっとなんか知れた年になったのかなっていうふうに僕は思うので、綺麗にまとまりました。いい感じしまったということで、有岡さん最後お願いしますよ。何をすればいいんですか。大締めお願いします。大締め。もう井野家目覚ましテレビで大変お世話になりました。2021年も末永くよろしくお願いします。いやいやいや、真面目すぎるよ。真面目よ。もういいよ、出てこねえんだ、なんかパッとしたやつが。ちょっとね、鈍ったな。すいません、ちょっと今日働きすぎちゃった。長かったからね。はい、そうですね。じゃあ皆さん、本日は本当にどうもありがとうございました。